香川からは辛さと爽やかな香りが癖になるタイ料理を紹介します。今まであんまり紹介したことなかったですよね。そうなんですよ。高松市多比島町のルーカスカフェです。店長の久保さんと夫でタイ出身のラックサニットマノロスさんが日本人好みにアレンジしたタイ料理が味わえるお店です。何が出てくるんですか？はい、人気メニューはこちらガイパガパオ、いわゆるガパオライスですね。はいはいはい、はい、こちらですね、本場タイよりも控えめにしているとはいえしっかりと辛さを感じることができるんです。あ、食べ応えありそうですね。はい、また色が美味しそうですよね。はい、これはタイの基本的な人気のお昼ご飯になってて、で鶏のバジル風炒めになるんですけど、甘辛風に炒めてるんですけど、ガイが鶏でガパオがバジルになります。でパが炒めになります。はい、鶏肉をニンニク、唐辛子と一緒に炒め、オイスターソースやナンプラで味付けしていきます。そして香りが命のバジルは最後に入れてさっと炒め合わせます。はい、またですね、トッピングの目玉焼きは必ずこの白身の部分がカリカリに仕上げるようにしているんだそうです。なんかあの本場のタイではカリカリじゃないと効果を求められることがあるほど重要なポイントだそうですよ。最重要じゃないですか。もうピリッとした辛さと爽やかな香り、そしてまろやかな半熟卵が癖になりスプーンが止まらない、そんなガパオライスです。またベトナムのイメージが強い生春巻きなんですが、実はタイでもよく食べられるんだそうです。スイートチリソースやニンニクを効かせたナンプラーのソースで楽しんでください。刺激的なタイ料理でいつもと違うエスニックな気分を味わってみては。